右左、どっち？こっち。こんにちは、ハイブイチャンネルのしのです。あたしです。今日はもう少しでさえとお兄ちゃんが期末テストがあるので、恒例の差し入れをしていきたいと思います。イエーイ！今回買ったのはスーパーではなくて、なんとダイソーさんで買ってきました。今回行ったダイソーさんのお店はすっごく広くて、お菓子とかジュースがいっぱいあって充実していました。今回はお兄ちゃんとサイにあげるんですが、普通にあげるのは少し面白くないので、右左どっちで選んでもらいたいと思います。では早速どうぞ。ということでサイに来てもらいました。イエーイ。どうですか、テスト勉強は？やばいです今回やばい？一番終わってるTikTok でもね、今回期末やばいっていうのを出したんだけど、結構ねコメントで応援してくれる、ね、コメントがあって本当に嬉しかったね。ありがとうございます。頑張ってね。はぁ本当に今回落ち込んでるんですけど、そんなさゆちゃんをまた元気づけるために選んできました。はい、はい、ではちょっと楽しんでください。はい、ではまず1個目、まずはこれとこちら。右左どっち？こっち。はいどうぞ。あー、おお、カルピスだえ、もう一個なかった？お茶。おお、お茶か。お茶が良かった。お茶が良かった残念です。では次はお菓子。おお、カラメーチョ。どっちが良かった？うちお兄ちゃんカラメーチョ好きだから。好きだけどどっちかって言われたらこっちの方が好き。残念です。なんでそれじゃ好きな方当てられないんだろうねでは次いきます。次はこれ。右左どっち？こっち。どうぞ。おお、え、美味しそう、めっちゃ美味しそう。でももう一個見てみて。見て。へえ。スイートポテトケーキね。いいじゃん、美味しそう。まあどっちもタレですね、これは。うん。右左どっち？こっち。おお。結構いい。どうぞ。写真だ。え、めっちゃ嬉しい、うん、ありがとうございます。これは消しゴム。おー、え、どっち選んでもいいじゃん。このさ、ノック式はさ、なんかちょっと消すのが疲れたっていう時は、うん、点式になってるから、うん、めっちゃ楽かなと思って。え、いいじゃん。はい、でも写真です。ありがとうございます。次いきますよ。次はこれ。右左どっち？こっち。どうぞ。何これ何これ、スコーン初めて見た。見て、さゆちゃんが欲しいのはこっちかなっていうの。なるほど。え、これすごいね、初めて見た。やみつきバーベキューだって。そう。へえ。さゆが食べそうなのはこっちでした。おお。では次、次は最後です。右左どっち？こっち。どうぞ。え、なにこれ眠くなった時の 足つぼなんでだよ踏むんだよ、そしたらこれ100円。100円。え、もう一個は？うわー、こっちが良かった。ちょっとあ、じゃあ寝起き直しに使います。足の下に、机の下に置いとけば、こう踏んでくださいね、眠くなったら。はい、はい、ということでラスト、最後はですね、こう好きに選べなかったので癒しグッズを買いました。はい、どうぞ。おお、え、バブだ、めっちゃ嬉しいね。ありがとうございます。ゆずと森の匂いもらいました。じゃあちょっと今日のね、お風呂に早速入れたいと思います。はい、はい、
ということで今日はさやさんどうでしたか？でも結構楽しかった。どっちかわかんないから。でも多分これとこれ以外はハズレだったんです。これとこれはお兄ちゃんのが当たってしまいましたね。お兄ちゃんとさやで選んできたんですけど、まあでもちょっとさやがね、お兄ちゃんが食べそうなカラムーチョとか選んでたので、まあちょっと後で仲良く分けていただけたらなと思います。ありがとうございます。先生、テスト勉強頑張ってください。頑張ります。どうです、もうなんか諦めかけてますか？もう諦めてる。でもまだテストまであと3日あるかな。3日。この動画が公開されてる時にはもしかしたらもうテストの日かテスト終わってるかもしれないんですけれども、頑張ってくれたらなと。頑張りたいと思います。差し入れしてみました。はい、それではお時間取らせていただきありがとうございました。ありがとうございました。出ていただきありがとうございます。いえいえいえ、じゃあちょっと勉強頑張っていきたいと思います。はい、このお菓子を食べながら頑張ってください。それでは次回の動画も見てください。